吉根さん、破産の葬列という話がありますよね。葬儀屋の息子がいろいろとビジネスするんだけども、借金がねものすごくたくさんあって、ニッチもサッチもいかない。結局葬儀屋を継ぐことによって返済に至るということですよね。すごく面白いストーリーでしたよね。その中でね、私がすごく印象に残ったのが、病院は死体の名産地やんかみたいな感じでね、万田銀次郎の弟子がなんかそんなことを言ってね、葬儀屋を手伝うみたいなところがあって、なかなか面白いんですよね。南の帝王っていうのはやっぱりね、根幹には情報っていうんですかね、法律を知ってる人が勝つんだと。正しい正しくないじゃないと、知ってる人がその知識を利用して勝つと。でそれに対抗するためにはより深い法律の知識、情報がないといけないんだけども、大抵の人は情報を取ることを、舐めているんですよね。やってないんですよ、学んでないんですよ。ですから知らないがゆえに抵抗できなくってやり込められてしまうってことが、南の帝王をね、全般を貫いてると思います。石田さんが言う通りね、情報なんですよ。どんなものにも情報が関わってくるんですよ。でこのどんなもの、このね、それは何でもいいんですよ。本でもいいし、映像でもいいし、食品でもいいし、物流でもいいです。にかけることの情報イコール収入になるんだろうなと思いますよね。で、情報を扱うことっていうのは、現場に行ったりね、あっちこっちと体を動かすこともないし、重労働することもなくって、ただ、本当にね、リード&リードですよね。これ、ジム・ロジャーズじゃないですけども、ウォーレン・バフェットじゃないですけども、1日のうちの9割以上は、とにかく文字を読んでいるんだと。情報を取ってるんだ。言われますね。その上で投資行動を少しするらしいんですよ。で、私も一日中情報を扱ってます。どんなことがあるのかな、どんなものを多くの人は知らないのかな、もしくは勘違いをして覚えてるのかなと。そしてどういうふうに解釈するとどんな発信になるのかな、一つの事象でもね、いろんな角度で発信することができます。例えばね、こういう話があります。ルパン三世のカリオストロの城っていうのがありますよね。あれってのは、ルパン三世目線で基本的には書かれているんですけども、これをね、クラリス目線で、このカリオストロの城っていう映像を見ていくとどうなるかっていうと、最初はクラリスっていうのはね、そのカリオストロ公国の中で、伯爵っていうのに結婚を迫られて、無理やり結婚させられようとすると。そこで一人で立ち向かってね、そこを車を奪って脱出するんですよね。だから花嫁衣装のまま脱出している強い女の子なんですよ。でバーンと逃げていくと、知らない人がなんかね、ルパン三世ですけども、なんか助けてくれたみたいだけども、でもやっぱり伯爵のところに連れて行かれると。でしばらく伯爵の居城でこうやってじっとしていると、あれ誰か来てるなと。ルパン三世なんですよ。でもクラリスさんはルパン三世っていうアニメも知らないし、ルパン三世っていうのは世の中にいること知りませんから、なんかね、知らない人が、おじさんが来たみたいにしか思わないんですよね。で、そこで不思議なことに、その国旗をこうやってね、手品にやるだけで警戒心を解いて、この人についていこうみたいになっちゃうんですよ。これどういうことですかね。だからそのクラリスさんも、カリオスト公国の一つのね、格ある女性ですから、召使いがたくさんいたはずなんですよ。でもなぜかね、フジコしかいないと。でフジコもそれこそクラリスが幼い頃から勤めているわけじゃなくて、多分最近来たんでしょうね。そうすると最近入ったその召使いがね、なんだか知んないけど、自分のことを自分を助けに来てくれたおじさんと知り合いみたいで、自分を救ってくれるっていうと、なんだこれはみたいな感じですよね。だからね、クラリスからしてみると、ストーリー全然繋がらなくて、意外なことの連続で、よくそれでね、自分はなんか騙されてるんじゃないだろうかとか、伯爵の方が正しいんじゃないかって思わなかったかなというところですよね。ご都合主義というかね。こんな話をして、すいません、長くして。今日ね、なんか話したかったことって何かっていうと、じゃあ情報ですよね。例えばこういう情報がありますよってことです。私どもの中には、こういった表がね、実はね、回ってきてるんですよ。これは何かと言いますとね、ちょっとお見せしましょうか。持続化給付金200万円が国からもらえる持続化給付金をはじめとする行政の手続きをこういうふうにするといくらもらえますよの一覧表なんですよ。とにかくこれ上から片っ端からやるとね、全てお金がもらえるんですよ。
すごいですよ。最大600万もらえる、返済の義務なし、個人事業主300万もらえる、その他にもね、何があるかな、事業回復に向けての設備投資上限1000万ね、なんですかねこれ1000万、地域特性を活用した取り組み推進上限500万、支援型事業をする方には上限2000万っていうのがずら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 とあって、ずら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 、これもあります、あります、何個だろう、30、60、裏にもあるよ、100、他にも裏にもありますからね、およそ150個のそれぞれの年齢や事業形態や欲しい金額に合わせた支援がありますと。はっきり言ってね、これ全部活用したら一生分の銭は稼げるんじゃないかと思えるぐらいありますよね。もちろん審査はありますけども、なんとね、令和2年、今年は審査がかなり手心加えられてるんで、取得がすごくやりやすいんですよ。で、私はね、ご相談いただいた方にはその方の細かい、パーソナリティとかね、現状を聞かせていただくんでしたら、じゃあそのうちのどれがあなたに使えますよっていうふうなアドバイスをすることもあります。それによって費用をいただくって感じですよね。まあ、費用をいただくって言ってもね、特別コンサルっていうのもありますけども、まあ主にはね、速稼塾入ってくれたら、まあこういうことはいつもやってますからみたいな感じで動画をお渡しするって感じですよね。まあそうするとね、さっきみたいにね、300万欲しい、600万欲しいっていう方には、じゃあこれこれこういう書類が必要ですから、まあ書いてくださいと、やってくださいと。ただ書き方の相談は私はできませんので、社労士さんに相談してくださいねと。で、社労士さんにお知り合いがいなかったら、うちの顧問を紹介しますと、紹介料入るみたいな感じですね。だから360度情報を扱うことによっていくらでも稼ぎ口があるんですよ。それこそね、朝8時から夕方5時とか6時とか7時とかね、遅い時や9時にもう肉体労働をするところに、この情報はなかなか落ちてないんですよ。もちろんね、そういう方がいないと回っていかないのも現実なんで、仕事がいろいろある、すべてにその仕事っていうのは肯定されるものべきものだと思いますけども、ただね、労を少なくして実り多しっていうのもあるんですよね。労を多くして実りなしっていうのがね、実り少なしっていうのがあるってことは、どっかにそのアンバランスなものが吸収される分野があるんですよね。それが私は情報だと思います。情報っていうのはとにかくこうやってね、見る、聞く、読む、話す、こういったのの繰り返しです。私もこの一覧表はとあるところから手に入れたわけですけども、そういう情報を私が求めてますよっていうふうに発信し続けると、これいりますっていうふうにくれるわけですよね。で、これに基づいてアドバイスをすることもあるし、で、これ以外のものも結構ありますよ。じゃあアフィリエイトについてみたいなのとかね、転売についてとか、じゃあ情報源どこかなっていうのとかね、顧客がどこにいるとか、出会いの場合20代の女性どこにいると、30代の男性どこにいる、これも全て情報です。情報を扱うことによって、こっちの情報からこっちの情報に移すと、その繰り返しですね、私の場合は。まあですんでね、喋りが多くなるんですよね。で、もっともっと検索も多くなりますし、いろんなメールマガジン取るようになりますし、情報を精査する能力もついてくるんで、まあ詐欺にはかかりにくくなってくるということですよね。まあ私がね、唯一詐欺にかかったのはマトリックスアフィリエイト、ズッキューンですけどもね。そんな感じで、今日は以上です。いってらっしゃい。